おはようございます、こんにちは、こんばんは。赤ゲラチューブです。まあ以前のね、あの10億円のあの拠出だね、日本から出して、もうそのことは言わないでということで、不可逆的に解決ということで、出したお金がおばあさんたちに届いてなかったということで、それをどっかポンポンに入れた人がいるみたいだね。つまり、それが、まあ、向こうの言うね、被害者さんには、使われてなかったということで、被害者さんが、訴えを出しているような話もあるよね。で、まあ、あの趣旨が違うわけだけれども、そのお金をどういう具合に使ったかというと、不動産を買ったりね、そして、迎賓館を作ったりということをして、そのように使ってしまったということなんだよね。この、生態教っていうの、そういうところがそういうことをしてしまったということだよね。で、まあそれでちょっと蒸し返すような話にはなるんだけど、この時使われた日本の、まあ、かの国というか、まあ、半島の南の方のね、国に、使ったお金10億円なんだけども、ただ10億円だけじゃなかったんだよね。そうだね、あの、慰安婦にね、使われたお金だよね、その10億円ってのはね。だけど、その、慰安婦に使われたさ、その10億円は、その、慰安婦にはね、その、渡らなかったってことだよね。ごめんね、なんかちゃんとした話が僕できないんで、発音が悪くて、滑舌が悪くてね、ニャンフなんだよね。ニャンフね。まあそこに本当は使われなくちゃいけなかったお金が、まあ、ニャンフのおばあちゃんたちには渡ってなかったということだね。まあね、その、もともとね、あの出さなくてもいいお金を日本は出したわけだけども、それがまあ10億円と言われてるわけなんだ。だけどもこの10億円というのが本当に本当なのかということなんだけれども、この時はね、非常にその、日本海そして、黄海あたりがね、まあ非常にあの緊張状態にあったわけね。だから、艦船がいっぱい出入りしてたわけだよ。でその中にはあの戦艦も出てるわけだよね。その米国の戦艦が結構たくさん出てて、でも一触即発っていう頃だったわけ。そうするとその、 あの戦艦を直すにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱりどうしてもね、修理をしなくちゃいけないと。そうするとその日本で修理をしてたんでは間に合わないので、その、半島の南の方のね国で修理したいということで、そこに、大和造船というのがあったわけだよね。その大和造船にその、が、まあ、潰れてもらっちゃ困るということだね。その時はね、その時はだよ。でそこにお金をつぎ込んでくれということで日本に要請があったわけだから、そのたった10億円って言うけど、そうじゃない、10億円プラスそこに、援助しなくちゃいけないお金を日本が肩代わりして援助したということで、それが1兆円なんだよね。しかもね、この大和造船というのは、まあ、あの三菱、造船の方の、まあ、ドル箱だった LPG タンカーを、どんどん量産するようになって、非常に日本のね、造船税が非常に追い込まれていくということにもなったし、それだけではなくて、この造船会社大和造船というのは、戦艦を作ってるわけだよね。その戦艦というのは北に向かって、いるもんではなくて、これ日本に向けて戦うという感じの、その戦艦なわけだよね。
でそれに対してもここはまあそういう造船業を持ってたわけだから、まあ、言ってみればねアメリカもかなりきついことをやるよね。あの半島の南を育てるために、やってる部分もあるのかね。だから日本はその分追い込まれていくわけでしょ。そしてそこまでやったのにもかかわらずこの大宇造船というのは、結局のところは、経営危機になっていくわけだよね。そして、まあ、ヒュンダイに、まあ、身売りをするということにもなるわけだよね。だから何のためにねその、まあ、しかもだよ、しかもそのヒュンダイに身売りをした後にまた経営的に良くないということで、お荷物になっているということだよね。決してねお安いお金じゃないよ。やっぱりその、たった一つのさね、あの果物を買うのにさもうそこら辺の店中のね果物を買わなくちゃいけない羽目になるというね、それでその、買った果物はね役に立たなくなるわけだよ。だってみんなで食べきれないもん。みんなで配るってわけにもいかない果物なんだよね。そうなると、無駄に使ってしまった1兆円ということにもなるよね。まあそうやってね日本って結構ねあのあっちこっちから、いびり倒されてでいじり倒されてそして結局お金を払わされるというね、そういう情けない状態になってるわけ。これはもう全部な何これって。で日本ってその軍備を持ってないようなもんなんだよ。持ってるって言うけどこれは使えない軍備でしょ。だからこそその使える軍備というか、ちゃんとした軍備を持たなくちゃいけない。そうじゃないとこうやってあの舐められてそしてあのまあね、あの革の財布を買ってあるわけだけれどもそのお財布の中身をわしづかみに持ってかれるということにもなってるわけだよね。でそれは嫌だからだから憲法を改正してねちゃんとした軍隊を持って、ちゃんとした保障あの安全に対するその保障だよね。だから、できれば本当にね、まあ、アメリカに出ていてもらって日本だけの軍隊になればいいようなもんだけどでもそうなると、まあ、今の予算の6倍7倍って必要になってくるわけね。だって海岸線が広くって日本はやっぱりね専守防衛なんかできないからね。だから日本は専守防衛でやったら負けちゃうわけよ。だって日本に乗り込んできたのと戦うってわけでしょ。それ無理なんだよ。だから海岸線で、止めなくちゃいけないし海岸線の向こう側を攻撃しないことには、海岸線も守れないということになるから、だからそういうその A は B であるから C であるというあの本来のねやっぱり日本に戻って、もらわないとねこれずっとさあのそれこそ莫大なお金でしょ。軍事予算にいくら使ってんだっつってあの生きり立つ人たちいるけれどもそうじゃなくて この軍備を持たないことによって出ていくお金のこの多さすごいじゃない。あの ODA もそうだし、まあ、ODA の場合はまあ戻ってくるものもあるけれどもそうじゃなくて無償でっていうものもあるわけでしょ。これ全部やったらね本当にあの今までのその払わなくてもよかったお金ってたくさんあるんだよ。だからここら辺をね、勘違いしてしかもさそれが向こうに行き渡ってんだったらまだしもその行き渡らせないような国があるわけでしょ。でそのためにさ頑張ってさ日本の人が汗水を垂らしてさ作ったお金をだよそれを向こうが何にもね抵抗なく持っていくなんてことになるとまあ冷蔵庫の中にあるね食べ物を取られたことがあるかな。友達かなんかがそう上がり込んできてねそれで勝手にこう飲み食いしてさ帰っていっちゃうっていう状態よね。お友達その質のいいお友達ならいいんだけど非常に質の悪いお友達だとすると
その50-50の関係がないわけだから、共有やったら下手にその共有をやると損しちゃうっていう状態だよね、うん、だからスワップなんかすると、出ていく一方ってことでしょ。あのこっちに戻ってくるものはないわけだから、もともと、お互い様っていうところがないからね、そういう国はね、取れるもんなら取ってやろうってそういうような感じだから、まず無理そういうことをね、あの説教垂れても無理なんだよ。だとしたらそういうのはあの出さないためにはどうしたらいいかって言ったら、やはりそのそこら辺は正解なんだよね。だから例えばあの中国っていう国がさ、あのもう軍備をねどんどんそう重ねてるわけじゃない。その重ねているっていうのはある意味で正しいところもあるわけだよ。途中までは正しいんだよ。だけどあのおかしなことにその日本だけダメっていうね、そのそういう国際社会の声が上がるわけね。それを真に受けてさ、教科書に書くばかいるかっていう感じね。必要なんだもんだって。誰だってさね、例えばその、保険かけるじゃないね。事故が起こると起こらないとにかかわらず保険かけるし、それから命がなくなる なくならないにかかわらず生命保険かけるわけでしょ。それって、何かあったら困るからかけてるわけでしょ。それと同じだよね。あの危ないことがあったらそのアメリカのスターでもボディーガードを雇うわけだよ。ボディーガードがいないと自分の命は危ないわけだから何の保証もなくなるわけで、脅し続けられて終わりってことにもなるからね。だからそのことを考えれば、あの保証であるというその軍隊を持たないっていうのはそれは国としてなってないっていうことなんだよ。だから、北のね、あの半島のところからよく言うじゃない、日本はあの国と道って認めないっていうことだよね。うん、あのちゃんちゃらおかしいって向こうは言ってたけど、つまりあのそれだけの軍隊を持ってるっていうのは裏付けが一応あるわけ。それは強い弱い関係なくね、そういうことになるわけ。それをしてないとどんどんと向こうは図に乗って、軍備をどんどん重ねていくわけよ。で日本はそんなに軍備本当は重ねられるのに、そのお金どん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 吸い上げられて向こうに行っちゃってるわけよ。軍備だけのお金じゃない、ね、経済のお金も全部持ってかれてる。で日本人を幸せにするためのお金も、日本に来たその、どちらかというとおスパイたちに、ね、持ってかれてるわけでしょ。あのアメリカで、この間3000人ぐらいの学生さんたちのビザがね取り上げられたっていうけど、あれ学生じゃないからね。あのもう歴史としたあのその中国のそのそういう機関の人たちが来てるわけだから、そういう教育を受けてる人たちが来てるわけだから、もう違うの、学生さんじゃないわけよ。でまだまだいるわけだって。学生時代だったら、3000人じゃ聞かないわけね。何万人何十万人っているわけよ。20万人かなぐらいいると思うよ。でもそれを返せって言ったんじゃなくって、要はその中でも悪質なのは返ってもらおうっていうふうにしてるわけだけれども、まあ、日本の場合はね悪質も何もなく全部受け入れてるわけ。しかもあの公費をかけてお金を与えてるわけでしょ。そんなにねぬるいぬるい国はねやっぱりない。そしてそうやって取られていく、莫大なお金が取られていくわけよね。これもだから日本が甘くて入り込みやすくて、そして何も言わなくて、そして軍隊を持ってないし、あのいつでもね首根っこをね押さえられるって思ってるからよ。だからできるわけ、それがね。そこら辺をねやっぱり僕たちは知ってなくちゃいけないかなと思うし、少なくともだよ、あのまあ、政治はそういう側に動いてるかもしれないけど、僕たちはそれで困るわけだから、ある程度ねあの自分たち の, その生活感を維持するためにはね、
こういうのにもやっぱりおかしいって思ったり、そのあるいはそういうことをするんだったら、もう自分は自分の財布だけでもしっかり保とうっていう 気概を持たないと、そうしないとやられ放題やられちゃうってことだよね。まあどっかのその思想からすればね、人のそのお金というのは砂と同じでね、だからそれを取ったとしても何のお咎めもないだろうと。だって人のお金だから。だけどその砂みたいなお金でも自分たちのお金はお金なんだよ。で絶対にそれは渡さないんで人には。これすごい不公平じゃない、この考え方ってさ、人の金は砂だから持って行ってもいい、人の金は石だから拾って行ってもいいっていう考え方でやられたらたまんないよね。